今日はスタジオに総社市の片岡市長にお越しいただきました。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さて、片岡市長とお伝えしますのは、発生から3ヶ月以上が過ぎた能登半島地震、被災地の今についてです。市長には今年1月にも被災地へ直接寝袋を届けられた直後にですね、ご出演いただきまして、被害状況や被災地で必要なものなどについて伺ってきました。あれから3ヶ月が経過しましたけれども、市長、現在総社市では、被災地の復興を後押ししようと、石川県七尾市にボランティアの宿泊拠点となるテント村を開設されているんですよね。この映像で見るようにですね、テント村を作りまして、全国からのボランティアを迎え入れて、これをこのベースから、ボランティア活動に輩出していくという活動をやっているんです。実際どうですか、全国から集まっていますか、ボランティアは。いや、もう僕が行った時にはですね、もうこの100個のテントの中にですね、みんな寝泊まりをしていて、集会所みたいなテントを一張り作っていましてですね、そこで全国から来たボランティアの方々と お話をしました。一番遠いところはですね、北海道の網走市から来ている人がいました。それから苫小牧からですね、単身で来ている高校生、お小遣い貯めてきましたとかですね、そして、なんと、5年前に西日本豪雨の時に行ったのが僕ですという人と再会をしたりとかですね、やはり全国からこのベースに集まって、ボランティアが始まったんだなと思えばね、このプロジェクトはある意味やってよかったなと思いましたね。はい。そしてこのテント村なんですけれども、総社市や東大阪市など7市と登山家の野口健さんが代表を務める NPO 法人が設置したものでして、2人用のテント100張最大200人が寝泊まりできるということなんですよね。市長も実際にここでボランティア活動を行われたんですよね。そうですね、このテントで眠ってですよ、寝袋を装着して、寝袋の中で朝を迎える、そして、この現場に今行ったわけです。で、我々岡山県民はですね、一つのことをこう理解しないといけないなと思ったんですけれども、この現場は全て地震の現場です、はい。で、我々が体験してきたのは、東日本豪雨、大震災も地震だけれども、はい、あれは事後に起こった津波による水害、はい。で、西日本豪雨も水害ですね。で、水害っていうのは、泥かきとか、全壊のお家でも泥かきをして差し上げるっていう、重労働なんですけれども、この震災、地震というのはですね、全壊でぺちゃんこになっている家はもう行かない、半壊でこれから住めるかもしれないよというところのぐじゃぐじゃになった電化製品とか家具を運び出す、かなりの重労働になっているんです、そんな重労働もテント村ができる前まではこう金沢市から日帰りで通うボランティアが多かったということなんですけれども、テント村ができたことで利用者も実際に今朝までに延べ2035人、合わせて376件、災害ごみの搬出や仕分けに当たっているということです。このように街で至る所にボランティアの姿が見える、そんな変わり方になったんじゃないですか。そうですね、私自身今回で6度目の能登入りなんですけれども、最初言った1月の初旬っていうのはですね、自衛隊の姿しか見えないということでしたが、今回行ってですね、このテント村を起点にですね、この赤のビブスを着たボランティアの方があちこちに姿を見せるような展開になってきていてですね、そういう意味では全国の中でもこの一晩に200人泊まれる宿泊所を持っている基地っていうのはもうここしかないということなんで、こういう景色を作った張本人でもあるんですけれども、復興が進みつつあるんだということを実感しましたですね、今回ね、被災した地域も多岐にわたりますので、息の長い支援が求められていますよね。今回の訪問で市長が一番感じられたこと、どんなことでしょうか。ボランティアの数を増やしていかなければならないということが
必須ですね。でこれ秋になるも冬になるかもしれませんけれども、長い支援をして差し上げるということ。そして最後に、これ観光で行っても買い物とかお土産、そういうものが支援になるんだよ、今までは被災地に入ってはいけないと、でこれは違いますと、行っていいんだよということで、能登に行くことで支援が進んでいくということを皆さんに理解してもらいたいと思ってます。はい、一緒に経済も回していくことが必要だということですね。でそして先ほどのテント村の運営は来月末までの予定で、市のホームページから予約が必要です。ここまで能登半島地震被災地の今について総社市の片岡市長に伺いました。市長、今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。